皆さんおはようございます。私今起きたの。朝起きたのでまずカーテン開けるわよ。なんで朝から撮影してるかと申しますと、お待ちかね。私の一日の食事ルーティーン見たいんでしょう。ということで今日はね、朝ごはんからカメラ回そうかと思っております。じゃあ今日食べる朝の食材をね、出していこうと思います。私ね、もう大好きな、もうこちら、これなんだっけ、マスカットじゃなくて、白ぶどうじゃなくて、なんだっけ、あー、ど忘れしちゃった。もう朝だから頭が回らない。これ、大好きなの。なんだっけ、シャインマスカット。シャインマスカットが大好物すぎて、もうね、毎日食べております。このオイコスのヨーグルトの中に入れてね、これを私はこういうふうにやるのよ。そうすると綺麗には取れないんだけど、とりあえず皿に移るわけ。いや、今日はあれよ、皆さんにお見せするからお皿に分けてるのよ。本来だったらこれで食べちゃうわよ。すごいよ、そんな朝からこんなの移してる暇ないわよ。洗う暇もないわよ。プリップリの1、2、3、4、5、6と片手でマックス取れるぐらいのね、量をいただくの朝。で、これをちょっとお水洗いしてね。このシャインマスカットをね、先ほどのヨーグルトの中にこれ入れるわけ、こうやって。本来はここにちょっと蜂蜜をね、多蜜の蜂蜜入れるんですけど、ちょっと今ね、プチ減量中なので、今日は蜂蜜をやめております。これも絶対欠かさないんですけど、最近私のずっとしばらく1年ぐらいのマイブームで、水キムチでございます。韓国では命の水って言われてるでしょ。カップ。朝から大胆に私パックルもここ行っちゃうから、これぐらいよ。これも毎朝必ず、1年ぐらいは絶対に。夜もですね、間食でもこれを食べます。美味しそう、すごいしね。これもエンドレス食べれちゃうんですけど、本当にね、こんなに体に優しくて、まあ、腸にね、とても良い。あとはこちらよ。毎朝の日課、エンドウ青汁と、今日これから撮影なので、これ馬刺しです、 100g。 もう撮影の時には絶対馬刺しよ。朝はいつもお鍋の中にこの馬刺しを入れて、エンドウ青汁入れて、お水をつけておいて解凍する。私はレンジを使わないのよ。なるべくレンジ、電化製品使いたくないので、納豆は1パック必ず食べますので、納豆は必ず1パック食べますので、減量中しっかりしてるときはこのお醤油使いません、糖なので。でも私今プチ減量中なので、お醤油入れちゃいます。やだー、大変。みょうが2つあるのに1個ずつ開けてた。やばみー。あ、いや、しそうがないわ。大変よ。大変よ。しそがない代わりに、でも大丈夫。臨機応変。こちら、なんだ、塩昆布。塩昆布を使うわよ。何に使うかというのは後で申し上げるわね。そして、みょうがを切りたいと思います。馬刺しを食べるときには、みょうがとしそがセットなはずなのに、しそがなかったということで、今日は塩昆布で対応です。もうみょうがのストックすごいんですよ、うち。みょうが切らしただけで私もうね、大変なことになっちゃうの。そうよ。塩昆布を、もう馬刺しとミックスするとすんごい美味しいのよ。でもあんまりね、入れすぎると塩分過多になるから。馬刺しがいい感じに半解凍してるということで、そろそろ切りたいと思います。いやー、朝からこうやって馬刺しを食べますと、馬力が持ちますので、撮影中へこたれることがないんですね。疲れたとかって弱音を吐きませんので。あとはピースのゼリーも食べるわよ。あーだこうだしてる間にエンドウ青汁が溶けました。エンドウ青汁は、こちらのね、エンドウ青汁を飲むときのグラスがすごい重要なんですよ。私はじゃあ今日はどうしようかな。
今日は、じゃあこれいただき物のバカラのグラスで、あ、汁飲むわよ。こういう感じよ。あ、ただ汁が取れちゃった、取れちゃった。本当はここにオーツミルクをいつも入れるんですけれども、私またプチ減量中ですので、オーツミルクはやめていきます。そうよ、こういうね、ちょっとずつの積み重ねというかね、チリツモですから、ちょっとずついろんなものを抜いていくと、またちょっと体って変わるんですよ。あ、電気つけなきゃ。電気つけるの忘れた。あ、電気つけたら綺麗に見えるんじゃない。あら、ほーら、綺麗でしょ。綺麗でしょ。電気つけるの忘れてた。盛り付けも綺麗にしないと、みんなに見せるのに盛り付けどうしよう。いつも通りやっちゃった。まあいいわ、これでいいわ。ということで皆さん、朝ごはんができました。こちらが私の、朝食でございます。これも毎日のルーティンでございまして、こちら命の水、水キムチ、こちらエンドワオ汁、こちらナトゥオ、そしてこちらがシャインマスカットに追い越す無糖ヨーグルト、今日は蜂蜜なし、馬刺しに、こちらは、伊勢丹のミョウガ、こちら塩昆布に、ビースのゼリーでございます。あ、見える?あ、見えてない。ビースのゼリーでございます。ひまわりが見えたら可愛いんじゃない?ほら。すーごいひまわりと私似合うでしょ。じゃあいただきますわよー、皆さん。まずは命のお水からいただくわね。おいしい。あ、大変。馬刺し醤油忘れてる。馬刺し醤油忘れたよ。じゃあ馬刺しいただくわよ。みょうがとね、塩昆布をこうやってつけて、みょうがと塩昆布をこうやってつけて、馬刺し醤油でいただくわよ。プリップリ。本当は刺しが入ってたがまろやかなんですけど、鮮度の高い赤身肉はやっぱり刺し入ってない方がプリップリなの。馬刺しって夏バテにもいいわよ。元気な時にね、夏バテの時に食べるんじゃなく、夏バテしないように食べるということがいいということ。勘違いしちゃダメよ。そうよ。おいしい。ここで毎朝、まずは SNS の全部チェックをします。みんなに言うの忘れてた。私の、オフィシャルのツイッターアカウントあるんだけど、フォローしてくださるかしら。ツイッターよー、みんなツイッターよー、みんなツイッターよー、こちらフォローしてくださいまし。よろしくお願いします。納豆は別になんてことないんだけど、でも今日は納豆醤油が入ってますから、まあ若干ちょっと糖が、糖質が強いわね。本当は枝豆納豆が好きなの。でも枝豆納豆売ってるところ昨日行かなかったから、普通の納豆買っちゃった。京都の納豆。電気ついてないじゃない。やだー、またここも。だから暗いよ、ほら。お、綺麗になったんじゃないの。ほらー、だー、電気つけ忘れた、また。ま
さらだけど気づいちゃった。今さらだけど気づいちゃったわよ。これ台に乗っけた方が、台に乗っけてこうした方が、お顔がシュッとしてほら見える。私いつも下からのアングルで撮るから、もういやー。すーごい逆三角形でしょ。すーごいでしょ。お口直しにエンドが落ちる。そこから私の大好物のシャインマスカット。私の肌となんか合ってない？この白いのと、このシャインマスカットとこのピンク。あとこのイエローの肌。あ、今日のコーディネート見て、最高よ。黄色いひまわりと、私のこのピンクのノースリーブと、シャインマスカットとこのヨーグルトとこの黒い肌とこのハイブリーチ。すごい常夏じゃない？最高裁判所。じゃあ最後にビースのスティックいただくわよ。そうよ。で最後にこちらで流し込みます。ごちそうさまでした。帰宅しましたので、ランチを食べたいと思いますが、今日はですね、私ダイエットしておりまして、そのダイエットの、置き換えご飯は、こちらイエスジュース東京ということで、こちらの、酵素ドリンクを飲みたいと思います。ザ・ローズということで、こちらビーツと人参、キャベツ、パセリ、生姜、オレンジ、レモンが入っている、酵素ジュースでございます。でこれね、今日の朝、ご飯を食べた後、撮影後に、こちらのイエスジュース東京に行って、購入してきました。これが私の今日のランチでございます。これを飲むところみんな見たいんでしょう。見せてあげるわ。いいわよ。おいしい。こっちの方がお顔が綺麗に見えるでしょう。いや、これをねちょっとずつまた30分ぐらいかけて飲むんですけど、おいしい。ああ、染みるわ。ということで、私のランチはこちらでございました。じゃあ夕食、また後で撮るわね。あ、これで今ライティングいい感じになってる。みんな見えてる。今から私が、お友達が来ましたので、お夕食を作りたいと思います。今日は私の手料理というか作り置き料理をご紹介したいと思います。ここに出ておりましたので、こちらお豆のマリネ、こちら高野豆腐と、わかめの、煮物でございます。こちらはお茄子の南蛮漬け。そしてこちらは、私特製のね、人参しりしりと、こちらは、もやしとわかめのナムルでございます。そしてこちらは、梅サバわかめでございます。この作り置きをね、今日は、もう私、今日時間がないので、無事しながら、お友達にね、こちらちょっと、ご飯を食べていただこうかなと思っております。梅とサバとわかめって知ってる？これ一緒にね、会えるとすごい美味しいのよ。夏はやっぱりサバと梅とわかめなの。これ作り置きしとくとね、こういう時いいのよ。すごい忙しい時とかね。
おなすのバンバンジー。南蛮漬け。おなすの南蛮漬け。そうよー。ちょっと配置間違えたわね。こうして。まあ、ダイエット中にはこういうご飯がすごいいいわ。そうなの。ダイエット中っていうか、私ファスティングを結構今繰り返して、体をね、ケンダルジェナーにしてますので、そう、ケンダルジェンナー、ケンダルジェンナー、そうよ。こちら、サバ梅わかめの煮物、こちら、人参しりしりに、こちら、もやしとわかめのナムル、これは、ナスの南蛮漬け、これは高野豆腐と、わかめ、これはお豆のマリネでございます。そういう、そしてこれは、なんだっけ、水キムチの、命の水、汁。そういう。じゃあこれから私の食べてるところ見たいんでしょ？いいわよ。私もともとこのもやしが好きなの。安上がりな方になるじゃん。もやし安いでしょ。私もやし大好きじゃん。お母さんお母さんだよ。怖っ。みんなお友達がねこれプレゼントしてくれたの。私に似てるって言って、むーちゃんむーちゃんこれ欲しいのかい？これむーちゃん用のお土産にいただいたのよ。素敵でしょ？私にそっくりだって言ってプレゼントしてくれたの。ほらむーちゃん欲しいんでしょ？いいわよ。ほらして。お母さんですよっていうのをね、お友達が撮ってくれたの。あ、すーごいわよ。みんなに見せるわよ。ほら。みかい、お母さんだよ。お母さんだよ。お母さんだよ。お母さん。お母さんだよ。私に似てるお母さんだそうです。そうよ、お母さんだからって。むーちゃんいらっしゃい。ほら、お母さんだよ。ほら、お母さんだよ。ほら、すーごい私に似てるでしょってプレゼントしてくれたのこれ。ほら、むーちゃん。ほら。いらっしゃい、ほら、お母さんだよ、ほら、ほら、すごいわね。ごちそうさまでした。私の、お夕食、ご覧いただきましていかがでしたでしょうか。この後、私はですね、ヘアのブリーチの、続きをやりまして、そして、明日の準備をしなければいけなくて、もうドタバタでもう寝るギリギリまでスケジュールびっちりでございます。とりあえずこのブリーチが染まるまであと2時間ぐらいかかりますので、この隙にねいろんなことをやろうかなと思っております。じゃあ今日の動画が皆さんいいと思ってくださった方はいいね高評価ボタンを押していただきまして、コメントをたくさんいただけたらすごい喜んじゃうんですね。そしてチャンネル登録していただきまして、インスタグラムとツイッターのチェックもお願いいたします。インスタグラムのライブも見てくれてるでしょうね。よろしくお願いいたします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。またねー。